で、遊んでいきましょうか。どうやらですね、現在イベント中のようで、モスマンとの遭遇率が上昇する。ちょっとですね、西の方向、ボルト76から、あそこら辺行くことないかなと思っていたんですが、モスマンタウンね、ありますからね、西にね。ちょっと行ってみましょうかね。もしかしたら特殊なモスマンとかに出会えるかもしれない。名前モスマンタウンでしたっけ？ちょっと名前忘れたな。とりあえずモスマン教団が地下にある場所ですね。モスマンミュージアム。待って、すごい敵いるぞ。大丈夫か？今デンジャー状態なんだけど。あとは喉が渇いてるので、水を飲んでいきますかね。今回は結構遠出になると思うので、途中死ぬ可能性が出てきますね。気をつけましょう。テイトジュース。これを飲む。ドッグチョップがいっぱいあるな。END が上昇するから、これは、マックスライフとか、上昇するのかな？数値化されてないかよくわかりませんね。あとは、ファイアキャップスープ。エネルギー耐性もつくと。じゃあ、西に向かいましょうね。あ、今イベントやってるかな？あの、モスマンの灯台？このイベントは結局ね、クリアしないんで。行えるんであれば行いたいところですが、あとはそうですね、ボルト76の西というと、やっぱりフラット打つから、行方がわからなくなった、タビサ。あの女性もね、西に行くと言ってましたね。クエスト開始。早速いるけど、これは殴った方がいいのかな？うるれ、あれ？ラットトードいますね。うるわ、こいつ、あ、こいつ結構強いぞ、ラットトード。うわぁ、まだ壊れて壊れた。万能なが。あーパンチじゃ、あまりダメ取れないね。とりあえず殴ってみるか。うわぁ、ガチムチパンチ。決まった。あー、また来た。まずまず。撃ちまくろう。あ、撃てば一発だ。レベルアップ。これ、武器を外すには、ピップボイ上で外す必要あるのかな。あー、まだいる。ラットトード。めんどくせえな。どれくねろ。うわぁ、気持ち悪い。気持ち悪い。こいつ自体はしかし、攻撃力が少ないですね。うわぁ、なんか飛び出てないか？背中からプリンプリンプリンって。なんだこれ？ああ、ラットトードの攻撃なんだこれ。これは気持ち悪いね。気持ち悪いけど面白いね。これは旗。ホタルどこ行った？卵地雷。ああ、ラットトード卵。いっぱい撃てるね。うわぁ。えらいこっちゃ。これ50個？あ、ラットトードでもいいんだ。ラットトードを倒しても手に入りましたね、この生体発光液。ホタル、強すぎね。反応ないよ、ホタル。うらら、この野郎。うい。え？ホタルにダメージ与えられない。どういうことだ？培養液は上に持っていけばいいのかな？ああ、足が荒れた。なんてことだ。うらら、この野郎。やった。いや、銃ですか。足が治るまでね。うっと。うい。ああ、ホタル、強い。パイプピストル一発じゃ倒せない。ああ。無理だ。ラットトードの狡猾な罠が。バッツでやるか？バッツなら倒せますね。チャレンジ完了。クリッターを倒す。クリッター。どうだ、そろそろ。結構溜まったんじゃないか？時間もギリギリですね。残り2分。よし。どうなるな、これ。もう一人来ましたね。こっちはこっちだ。チャレンジ完了。どうなる？緑色に発光してる。モースマンは出てくるのか？お、なんだなんだ。入れた。いろいろ入手した？イベント完了。あ、いる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 、モースマンいる。いるぞ。やつやるぞ。いる、モースマン。賢きモースマンがいるぞ。敵対してませんね、このモスは。誓ってみるか。コミューン。あ、あ、コミューン。コミューン。おぉ。悟りを感じる。ああ、ああ、ああ、コミューン。あ、終わり？終わってしまったか。ポーズ。新たなポーズ。未来を見る。これさせしよう。写真を撮る。オッケー。しかし、チャレンジ完了にはなりませんでした。プロテクトの彼、固まってるな、おい。グレネード使うか？
ほいっと。当たるかな？ちょっと高台で。無理か。位置悪い。デンジャー。どうだ？倒した？どれ決まりましたね。どこかに到着。ここにもグールがいましたっけ？なんかの訓練場でしたっけ？ここは。あまり調べたことはありませんが、この石が気になるね、これ。何これ？三途の川ですか？スコーチか？ハンターリッチ。名前から何であるのか、ちょっと想像がつかないです。一応調べていきましょう。結構アスレチック状になってますね。トイレに花。何かメモはないか？よいしょー。まず一体、ああ、一発で出んじゃん。案内地から撃ってくるか。ほい。ああ、遠いね。なんか壊れた。レーザーアームが壊れた。そして、奴らラグイ。全部に一体。いや、スーツ。あら。もう一発。弾薬が少ない。弾を回収しなくては。登って、一つ。回収。いや、スーツ。クリアかな？じゃあ、ゆっくり調べますか。何か情報はないか。情報に飢えている。ボールにスプーンが、綺麗に並べられてますね。ポテト、シチュー鍋。これは、ヤオガイ。ヤオガイを調理しようとしていたんですかね。ピッチフォーク。これを武器にするか。ピッチフォーク装備。メモを発見した。送られなかった手紙。最愛のエミリー。サットンで物資を漁っていた生存者を、さらに何人か発見した。自分が熱心なハンターだと告げると、彼らのキャンプに招待された。彼らは概ねちゃんとした人々のようだった。今朝起きると、イーサンとカーソンが崖下に落とし穴を掘ってるのが見えた。なぜそんなものを掘ってるのかと尋ねると、彼らは自衛のためとしか言わなかった。真面目な話、巨大な落とし穴が一体どうやって我々を助けるのだろうか。あの人たちは平静を失いつつあるように思う。別のニュースだが、マジソンが昨夜素晴らしいシチューを作った。彼女に秘訣を聞いたら、彼女は頭を足すと言っていた。もうすぐ会いに行く。約束だ。ディラン。まあこれはいろいろ想像がつきますね。どこかの崖下に落とし穴があるようですね。サットンの近くのキャンプっぽいけど、ディランはどうなってしまったのか。ついでなので、これの崖下見てみますかね。ハンティングライフル、弾薬をたっぷり回収。前方あそこになんかいるな。ちょうどあそこに突っ立ってますね、敵が。やつをペチッと撃った。ああ、生きてる。やるじゃないか。デンジャー、クリフエッジ、ステイアウェイ。どっかに崖があるっぽいぞ。これは、パイプオートピストル。このキャラクターはね、オートピストル系を使っていきたいんですよね。だからそれ用のパークを取る必要がありますが、ここが崖かな？もしかして。話の聞く。あ、あららら。崖下には針。落とし穴というわけでは、いや、あれ落とし穴っぽいね。ちょっと見てみますか。ちゃんとヒントありましたね。となると、先ほどの人物たちのキャンプというのはこのことかな。罠ですね。死体が転がってますが、すでに骸骨で、誰が誰だかわかりませんね、これはね。テディベアが、ああ、突き刺さっている。これも罠にかかってしまった人物か。落とし穴というよりやっぱりね、ストレートな罠ですよね。どう考えても。これ以上調べるのは無理かな。まあ、このカニバリズムの話はね、フォールアウト3でもありますんでね。ちょっと不気味な街で。気になる方はね、一応プレイしてみてはいかがでしょうかね。街は、こっから南ですね、多分ね。向かいましょうか。ここには看板がありますが、ポイント、プレゼント、ボルト76。あれ？目標は向こうかな？ちょっと道間違ってる可能性ありますね。こっちは違うかな、じゃあ。
こういうあれかな、ダッシュをしたいとき、ひたすらね、それに適した食べ物あるんですかね。AP 回復量がアップするとか、そういうアイテムもいいのかな。アジリティアップも良さそうですね。3アップする。リスの串焼き。ぬかチェリーか。ね、これは一時的ですね。AP 回復は。特にふさわしいアイテムは今は持ってないかな。ひたすら走ろう、仕方ない。道の真ん中にスーツケース。スーツケースというと、メモか、やっぱり。また来たよ、これ。いいか、お前がこのクソを再建したいのは分かった。それは了解した。お前のちっぽけなスーツケースに荷物を詰め込んで、このコミュニティの避難所から出て行け。それがお前の選択だ。本当だ、聞いてくれ。役に立つかは分からないが、爆弾が落ちた直後に見つけたものを全部、ボルトテック農業研究センターに隠した。化学キット、浄水器、冬用の重いコート、レザーアーマー胴体、銃の部品、壊れた缶詰の食品などだ。まだあるのかわからないが、今後、これ前後分繋がってないじゃんか、これ。ランダムにしてもな、いい加減だろ。ボルトテック農業研究センターって、今来た場所ですか、もしかして。ミッション始まりそうだけど、どうかな。始まりましたね。ああ、やっぱり今来た場所ですね、多分ね。まあこれいいか、こなしても何もないからな。いや、あるのかもしれませんけどね。過去2回ね、何もありませんでしたから。このイベントは面白すぎるよね、しかし。前方には橋がありますね。そろそろかな。目的地点。ポイントプレゼント。ここはスコーチの巣でしたっけ。さらに向こう側の場所に橋が繋がってるんですね。もうちょい調べてみるか、ここね。あまり調べ足りていない。この街も広いんだよな。前方がモスマンミュージアム。今回のイベントで何か起きないかなと考えながらやってきましたが、現在この街ではイベントが行われていないようですね。こちら辺ですね。調べていない場所は多分。川沿い。なんだこれは。何これ。あ、モスマンの卵。おお、モスマンの卵、こんなとこにあるんだ。こんなにタップし。おお、これ大丈夫、こんな収穫しちゃって。なぜモスマンの卵がこんなとこに来たな。まず1体、2体目クリア。まだデンジャーか。とりあえず回収しよう。モスマンの卵を取りまくる。これなんだこれ、気持ち悪いな、これ。なんかブツブツ。卵には見えないな、これ。なんかのね、機械のようには見えますよね。ネジ。これは生贄か？ちょっと待って。ポーズがおかしいだろ、これ。こんなことしちゃダメでしょ。骸骨。あー、地面に書かれてるんだ。ドクロにガノマーク。前方の建物は、内部入れそうですね。結構高く連なってる可能性がある。ちょっと入ってみるか。これはみんなさらに、この西へね、向かおうとしたんでしょうね。カーゴロボットが、蓋遊んでる？なんか向こうから来てない？え、そうなの？あちらからやってくるのか、もしかして。武士は。しかし、橋は崩れてますね。後であちらにも行ってみましょうね。なんだ？少しの腕が壁から生えてる。恐ろしいな。ああ、上も。繋がってますね、なんかね。ここからどっかに繋がってんのか？シュガーグローブ。ネイバルラディオステーション。シュガーグローブって、ラジオステーションだったんですか？で、こちらの闇も、探りたいとこですが、鍵が開けられない、ここ。スキルが足りない。以前開いていたのは、誰かが開けたのかなということはね。近くにいた人が。もしくはどっかに鍵が落ちてる？モスマンミュージアム。ホロテープ発見した。モスマン現るパート2。パート1あれかな、じゃあ。侵入者。こうね、ちょっとね、今ね、隠し場所的なものを発見したんですよ。このトラックをね、こうやって渡って、こっから入れたんですね。じゃあ聞いてみましょうか。砂糖。メモから見てみるか。ウィルソンブラザーズのガレージ。読む。ジェフ、鍵をガレージに置き忘れていた。
拾って家に持ち帰った。ガレージから登ったところ、ドアの隣にある俺が留守だったら自分で入って持って行ってくれ。リッチ・ウィルソン。あ、モスマンのポスターありがとう。鍵どこだ。ガレージから登ったところにある。でも家に持ち帰ったって書いてありますが、探してみるか。砂糖あるかな。砂糖だらけですね、この家は。モスマンのポスター。じゃあまずは侵入者、これ聞いてみよう。この世には説明できないものが他にもある。ジェフレン、世界の終わり。誰だっけ。呼び覚ましたのだ。何かをな。モスマンがいるのは分かっている。我々をつけ回し観察している。だが目には見えない。それは我々が心で捉えることしかできない偉大な存在。頭での理解など到底及ばないもの。モスマンは生き物だ。我々の無意識に救う目に見えない恐怖などというよりも我々に近い。もはやただの偽の記憶とは言わせないぞ。ある物語を聞いたことがあるんだ。地中深くで実体化した存在の話だ。語り部はどう考えても狂っていたが、それでもその話が真実じゃないとは誰にも言い切れないはずだ。俺の名はジェフレーン。俺は明らかにしてみせる。奴の正体を。どれほどの深みへ行く必要があろうとも、侵入者の真の素性を掴んでやるんだ。これで終わりかな。ジェフレーンってラッキーホール鉱山にホールテープあったあの人かな。いや違うかな。ちょっと思い出せませんね。ジェフレーンがあのラッキーホール鉱山の場所にいたあのホロテープの持ち主だとすると、モスマンを探していたのか。メモ発見した。夜明けに出発。レスポンダーのメモかなこれ。ミリーと私は出ていく。夜明けに南を目指す。もし気が変わったら明日の夜ルイス&サンのあたりでキャンプをする。その後カムデンパークに行く。カムデンパークは遊園地ですが、ルイス&サンは先ほど通った場所かな。誰のメモかわかりませんがね。レスポンダーはみんな死んでますね。お、モスマンの像の横にミラーからのメモ。先ほどのレスポンダーのメモにミラーという人物名がありましたね。読んでみるか。私は近づいている。感じられる。ウエストバージニアで育ち、私は子供の頃から話を聞いてきました。そして私はいつも真実を知っていました。モスマンは実在します。何を置いても見つけるつもりです。すべての私の友人へ。後に残して申し訳ありません。できるなら一緒に来たかったでしょう。あなたを残してしまいます。でも心はつながっています。いつものようにウエストバージニア、永遠にエヴァン・リムレス・ミラー。誰かな。とりあえず一緒に行こうと言ってましたが、ミラーは一人でモスマン探しに行ってしまったのかな。ジェフはここのミュージアムの主だったのかな。この橋をちょっと進んでみますかね。どこまで行けるか分かりませんが。おお、私はこのウエストバージニアからアパラチアから脱出する。ダメか。下に降りてと。これを登れればいいんだけど、一応登れるようですね。ああ、そちらにはすみません。うわあ、いけるぞ、まだいけるぞ。うわあ、これじゃいけない。いや、いけるだろう、どう考えても。目の前だ。道はすぐそこにあるんだ。いけないことはないだろう。残念だね。レシピ、イグアナスープ。イグアナスープ。材料は何ですかね。ガルパーかな。ここは教会ですね。中は入れそうですが、まだいる。声がする。気のせいかな。反応がある。あーっと、外したらすっごい。まだみんな死んでしまったと思いきやね、内部に結構いますね。ちょっとびっくりした。どこだ。デンジャー。一体近くついてる。あー、二体。おーっと、結構な速度だが、交換撃つ。あー、しゃ、残り一体。貴様撃つ。クリアか。この教会は病院として使われていたようですね。レスポンダーの
薬がいっぱい落ちてるな。レスポンダーもかなりの死体の数ですね。ここでレスポンダーがなぜこんなにいるのかとかね、今のところ情報はないですね。金庫があるが開けられない。メモを発見した。何のメモかな。まずは水を回収。探索チーム、医療品探索チーム、アークトスファーム、 AVR メディカルセンター。これどこかな。どっかで通ったと思いますが、ちょっと覚えてませんね。ボルトテック大学、ちょっと見覚えのあるような名前はありませんね。まあ、いろんな各地にレスポンダーが散ったのかな、物資を探しにね。しかしどうなんでしょうね、この戦後ね、爆弾が落ちた後ね、ほんと残された物資を取り合うみたいな、そんな感じになっちゃいますよね。自給自足しないと。これ以上情報はなし。